なんか落ち込んでて水あれにしますか。いやショットでいい。そのトーンやったのよあれ。ほんまに完全にそのトーンやったのよ。あの時はなんかほんまにすごいね、このゲームの中に入っていってましたね。ちょっとねその20ぐらい以降それ多いかもわかんないですけど、楽しくてこのゲームにもうのめり込んじゃってちょっとそこ気ぃつけるの。僕もそうなんですけど、ちょっともう喋り方が普通になっていったりしますからね。1から見返すとだいぶ喋り方はあの緩和されてるなと思います。最初も何やったら1だけで、おい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 、もう一回やろうそれ、もう一回その回、ね、そうしましょうか。もうちょっと今どこまで撮って、その次から今20多分6、7まであるから25ぐらいまであるのか な、その次からだ、急に変わる時があると思う。第1回目の初心忘るべからず。なればこれより流行り病の乱を鎮めにこの村へ向かおうと存ずる。これとか間に合うなと思うんですけど、まあでも何と言ってもよもカチャカチャと操作音を操る音が面白いと非常にカチャカチャしてましたもんね最初の方。うーん、カチャカチャしすぎてた、ね、間に合うな楽しみ方かなと思うんですよね。まあ達者でまだ小人気やな。あこれは達者でなと。この先頑張るのじゃ達者でな、応援してくれておるのじゃな。やっぱよもぎとかそのワードがいいの、はい、なんていうんですか、皆さんが喜んでもらえるワード出た時とかは嬉しいですよね。ふくよか白まなこね、覚えてます、ふくよか白まなこ、自販機みたいなやつの前で、なんかこう腹減らして飯探してるみたいになってたさ。白まなこ、白まなこか、ふくよか白まなこじゃ、ふくよかじゃな。いやタンス、そうタンスをもうどんどんいたすな、汚い手で。何をしておるの鑑定中か。で、ね、売ったら丸まったやつでしょ。よげずらじゃん、丸まったなぁ。マリのごとし、すごしすごし、マリのごとし死に方。それも人気ですね。やっぱもう鬼腕の回も一番笑いましたっていうのもありますね、ああそこね、だから白まなこたちがやっぱみんなそれぞれ、はい、違う倒れ方してくれるんで、うわーやつ見てみよ、あの倒れ方、内股しろ、お主よいよ見よこれ、この切られ役こそがやはり後々主役に上がれるのよ。うん、やっぱその辺の細かい、やっぱゲーム内の作りがこのリアルさというか怖さをやっぱ引き渡せてるんで、はい、ね、白まなこの倒れ方じゃ人気なのもこれもあるんですよ。なんだよ、なんだ、旬がじゃ、姫君の旬がじゃ、旬がじゃ、もう多分第1回か2回ぐらいのやつですね、うん、最初の最初、ね、うんうんうん、これも割と来てました。あれで多分ああいうのでこのゲームの方向性が決定づけられましたね、はいはいはい、おーごはんさん旬がじゃが最高でございます、うんうんうん、リキュウセンもね、やっぱいい、アッシュドポテトさん、リキュウセン、やっぱいいワードが出た時はやっぱ面白くなるんですかね、はい、どうなんですかね、いいなんか和風の感じのワードが出た、祈祷の会が好きでござる、亀マーク、マイ佐藤さん、これかなり新しい、あの亀の手形取って、はい、エレキテル百科事典にガッと刺すとこですよね、なんかちょっと卑猥な感じの、はい、ねえ、あー開いた開いた開いたなんじゃこれ、なんじゃこれは、亀の亀の甲羅じゃん、これ首が出た、亀の亀の顔が出よったぞ、人と思います亀の頭じゃろうかされども、あまあ正式な祈祷じゃな。じゃあれはまだ使うんでっていうのが僕目安を見てました。何にも亀じゃないけどな。冷静に見たらほんまにただのバッチやな。亀じゃないのよ全部。あでも僕が一番やってて吠えたのは、叫んだというかその熱くなったのはですか、あれですよ。将軍様に頭が高いって。もうあんだけ大きい声出して何回やろ、第4話かな、最初の方ですね、うん、だからあの将軍見つけ将軍見つけでしょ、水が高い、はい、高くないの、あの田舎侍とまで言ってましたもんね、おい図を下げよ、図が高い、座れ、
将軍様の前で動かんのじゃ立ち歩くなのこのような無礼千万はよ膝をつけ将軍様将軍様より図を下げるのじゃ図が高いのよ下がれよ作法を下がんのよこの田舎さまずあのムービーのどうにもならんとこをねああやって叫び散らかすっていうのがひどいですよあ結局あれをもう瞬殺してましたからねあなたがあの人、うん、あれだってマナコ白マナコになりましたね踏みつけの様子でも少しああ将軍様がもうそろそろ召されておるのじゃよ将軍様ああ白マナコじゃよ撃つの待て そばなこになっておるか死を聞けあっこだあっこもうちょっとドラマになる回やったんですけど2歩ぐらい歩いていやじゃああっこ遊べた上達しちゃってるんであっこ遊べたのあれぐらい遅いとすごい狙いやすいですショットでいったショットでいくかショット三島が出ててんなあのあっこもうちょい遊べたであっこもうちょい遊べたではないこれあれやらんかったらよかったなみたいなんですかでも結構全力でやってますから ね、うん、改めて見ると死にすぎやなとか思いますねあそう僕は、はい先行弾でゾンビに囲まれて白マナコにあっこも見てられんこんな死んでたんやって思いますね逃げるあなたのチースあーするしかない絶命逃げるのチース死んでたね何回も失敗して最後道間違えたりして、とかかなあとはもうあともうその、うん、取り忘れこういうヨモギとかあの矢尻とか真っ赤かもね真っ赤かあれ残ってた赤みたいなのも僕知りました、うん、もうほとんど取り忘れてる置き去りずっとヨモギそのまま食べてたけど、うん、粉にして、それもね、食ヨモギにしたらすごい。ヨモギ同士を粉にしてもいいんでしょ、その。そうです。それすらもせんと、一本一本。そうです。美味しい食べ方あんねん、あれ。そうです。お前ずっと葉っぱのままガブガブしてたけど、調理せなあかんねん。最近その僕の、ツイッターの方のアカウントのダイレクトメッセージとかに調理一覧とか。ありがとうございます。参考にさせていただいて、もうイライラしてもうイライラしてると思うんですよ食うなお前置いとけよ食うなもうシソと混ぜろ混ぜろよっていうそのシソと全データこれとこれを混ぜればこうなりますよっていうのがブワーッとこれ見てこい、うんはい、見てやれっていうね、はい、僕はもう結構来ましたよそうツイッターにこう三島さんに伝えてくださいみたいなお前が聞けへんからまあまあそこのね成長過程も楽しむね皆さんとまあできましたから、うん、もういやでもこれさっき進んでいいもんなんかどうなんか逆に最近はちょっと予習金の回なんかもう冷めるっていいんかな分からん僕はちょっと横で見ててあれね歯車はめていくやつでしょ大きい歯車がいりそうな気がするのあとは小さい歯車がいりそうな気がするのこれは何ぞやそこも知っておるんじゃろおお小さい歯車じゃよ初見の人がおもろくないのじゃその小さい歯車が気がしたんですかやめてな攻略法見てから来るやつまあ、まあ、あれ謎解きが大学やから、ね、でも攻略法知らんとマジでもう分からんでしょ難しすぎるとこもあるよねほんまに分からないんです、うんうん、本当に難しくてそう大人がこんだけ寄ってたかってやっとちょっとずつ進めるぐらいですからね、はいはいうん、はい。いやでももうすぐ3が出るらしいです、はいまあ、3もね、うん、まあまあ行きたいですけども2もまだ今取った分がまだちょっとありますから、まあ、そうですねここからねくのいち操作することになるんですよそうなんですよね、はいはい、その回も撮ってるじゃないですか奉行所を抜け出してからの展開がね、はい、また目まぐるしく、うん、ちょっと今までとは違う流れになってきますのでね、はい、そこはもう大いにちょっと期待していただきたいんですけれどもね地下のね下水みたいなとこ入っていくのも怖いですよ、また変わってきますからとんでもないことになりますからね、はい本当にっていつになったら沈めるのか、ずっと言ってますねまだ新たな
武器も取ったりしてね。あ、そうそうそう、あれ最強な武器も取ったりしてますか。まあ楽しんでね。太平洋はもうすぐそこでございますから、皆さんもうしばしお付き合いいただいたと思いますけれども、はい、まああとあれなんですよ、ちょっと一個僕引っかかってた、まあ、皆さん黒マナコっていっぱい使っていただいてるじゃないですか。はいはい、黒マナコ。まあまあ僕が言い出したことなんですけど、ちょっとね、何方面からかちょっとね、はい、お話がありまして。はいはいはい、どうしました。世界にはその黒だけじゃないと。ああ、はいはいはい。マナコのお色はね。はいはい、確かにね。黒マナコってその、やっぱ僕が断定してしまうと、うん、あ、黒い人しか楽しめない。なるほど、ワールドワイドな目を持っていった方がいいってことですか。これはもう。なるほど。ちょっと一旦。マナコにしましょう。色抜き。色抜きね。マナコ。もしくはマナコ、女の人は。はい。色なし。マナオとマナコでもいいですけどね。マナオとマナコ、ね。マナオとマナコ。マナオくんと。マナオくんとマナコ。マナコちゃん。マナオはもう誰か、何か。マナコちゃんはわかるけど。マナコ。まあね、もしくは色抜きマナコか。色なし。色なし。言わんでいいでしょ、マナコ。マナコだけでいいんですよ、もう。マナコ。マナコか無色でもいいです、うん、無色のマナコは入れましょう。透明見るともかかってますから。だからちょっと黒に僕ら、まあ皆さんが使うのは別に、はい、いいんですけど、まあ、僕らからはもう黒とかは言わない、はい、白マナコは白マナコでいきますけれども、世界狙って、はい、いきますか。見ていただいてる皆さんはもうマナコでいきます、はい、マナコね、はい、数あるマナコマナコです。また面白いのが思いついたら報告します。呼び名は、呼び名はその都度皆さん対応してすぐにアカウント名変えてください、はい、いや、まあまあいいんですよね。これほんまちょっと僕が気にしいなとこがあって、はい、言った手前申し訳ないですけれども、はい、まあ、他のゲームもね、なんかやっていってもいいのかなみたいなことも思いますけどね。そうそうそう。ちょっとこれホラー、ちょっとバイオハザードじゃないですか。重すぎてのめり込んでましたけど、はい、僕ら的にはね、いろんな楽しいね、はい、動物の森とかポケットモンスターとかああいうこう子供もね、怖くなく楽しめるようなのもね。そうですね、バイオハザードはバイオハザードでめちゃめちゃおもろいんでね。たまにこう書いてくださってるね、あの方もいらっしゃるんですよ。この、はいはいはい、このゲームやってほしいですみたいな、あ、目にしたりするんですけどね。確かにね、ちょっと僕らもこのゲームいいのかなと思いますね、はいはい、うん、動物の森とかって俺でも操作できそうやもんね。あ、まあ、やったことないですけど、多分まあこれよりはヘッドショットとかないでしょ。狩猟みたいなことない。ありますよ、イノシシ取れたのみたいな感じでは多分ないんで。ああ、そうですか、うん、多分大丈夫。怪獣みたいな来ないですか、畑荒らしに来た。大丈夫じゃん。いや、そう、イナゴとかでしょ。でも多分いや畑荒らしに来てもイナゴの大群じゃないですみたいな。動物の森、イナゴの大群来ないです。来ないんですか、ね、まあ、やってないよ、分かんないですけど。干ばつとかね、まあそんなんも多分簡単だ。あ、まあ、動物の森じゃ南條が進めて、僕は横を。あれ一人用なんす。あ、なるほど。あ、わかんないですけど、それも。あ、まあ、とに、うん、それぐらいでも僕ちょっと変な動きするかもしれない。まあ、最初それで僕も変でしたから。ああ、確かにね、うん。うまくなっていけばいいんですよ。ちょっとまた、できる限りいろんなゲームも楽しんでいきたいと思いますので、はい、皆さん、引き続き応援のほどよろしくお願いします。お願いします。